で最後にですね、まあ、あの子どもの育ちに関する課題として少し学校に置かれている状況について伺ってまいりたいと思います。令和3年1月26日に中央教育審議会が答申しました令和の日本型学校教育の構築を目指してという、まあ、この報告書の中、まあ、答申書の中では日本の学校が福祉的な役割を果たしているということが明記されています。そこで現在の学校が置かれている社会環境についてまず課題認識を伺います。学校教育部長、品川学校教育部長。現在の学校が置かれている社会環境につきましてはコロナ禍における感染防止対策や学びの保障と心のケアをはじめいじめの認知件数や不登校児童生徒数の増加などの生徒指導に関わる問題、さらには児童虐待やヤングケアラー、貧困などの家庭環境に起因する問題など、対処が求められる課題が山積しておりまして、こうした課題の解決に向け、学校、家庭、地域、関係機関等が相互に連携し、社会総がかりで児童生徒の確かな学力、豊かな心、健やかな体などの生きる力を育む取り組みを推進することが重要であると認識しているところであります。議長。日川議員。はい、まあ、学びの保障だけではなく、いじめ、不登校、児童虐待、ヤングケアラー、まあ、そして貧困など家庭がさまざまな役割を求められる中で、やはり子どもたちのところ、まあ、弱者のところに困難が押し寄せているということがわかります。最近親ガチャっていう言葉が言われています、まあ、その親ガチャっていう言葉は、まあ、そんな子どもたちの一種の諦めが感じられる、まあ、ガチャガチャに例えられるこの親も含めてですね、とても切ない言葉だなというふうに感じながら聞いています。でこれまで 私は経済文教常任会、まあ、この6月からの中で現在論議されているいじめに関連してある日突然全く無関係の未成年がいじめ事件の加害者として SNS 上にまあ晒され上げられてもう困っているというこの市民相談を受けましてのまあ質疑というのを何度かさせていただいております、まあ、この場で改めてまあその内容はまあ割愛しますけどその場で改めて児童生徒が相談する場としてはどのような受け入れ先があるのかお答えください。学校教育部長。学校教育部長。児童生徒等がいじめをはじめとする、まあ、悩み等を相談する場といたしましては各学校における教員やスクールカウンセラー等が行う、まあ、教育相談はもとより、本市におきましては旭川市子ども総合相談センターがいじめ等に関する相談窓口としての役割を担っていることに加えまして教育委員会におきましては教育指導課の指導、主事等が対応しております。また北海道教育委員会や法務局、北海道警察本部等の相談窓口におきましても児童生徒等への相談対応を行っておりましてこれらについては学校いじめ防止基本方針、児童生徒版などを通じまして児童生徒及び保護者等への周知を図っているというところでございます。井川議員。はい、まあ、今のご答弁っていうのが、私もあの質問として児童生徒というふうに限定して伺いました。つまりですね、これ、小学校とか中学校に関する、まあ、答弁になっています。じゃあ、子供って言ったら18歳までですよね。で、高校生18歳以上ってなると、まあ少し事情が変わってくるわけです。高校生となると、まず管轄が同教員に変わってきます。そして年齢によって相談先が変わるという多少の分かりにくさ、まあ、多少というか私は全く分からないんですけど、で、まあ、これがあります。そして教育委員会で質疑をさせていただく、まあ、あの委員会で質疑をさせていただく過程で、相談時間というのが、まあ、子どもたちが相談しにくい、今まさにこのぐらいの時間帯に、まあ、が中心であるということ、そして、まあ、電話かメールっていう、まあ、手段がそもそも今の子どもたちにとってはハードルが高い手段しかないということが課題として上がってきましたので指摘をさせていただいています。電話といえば固定電話っていうその考え方がですねすでにもう保存期限切れてるんですよね。で、個人でスマートフォン持っていない、まあ、児童生徒っていうのはもう
相談する手段が何もないという状況になっちゃうわけです。で、スマホがあったとしても通話時間に制限をかけているということを、これ想定しておかないといけないと思います。つまりですね、連絡手段というのは基本的に LINE とかそういう SNS、まあ、パソコンなんかからもできるような何らかのアクセスがしやすい方法であるという必要性があるということをまず指摘させていただきます。ぜひ参考にしていただきたいです。そして学校で、一義的にはやはり学校で何らかの対応することがどうしても不可欠になってきます。けれどもそのためには私はスクールソーシャルワーカーとかスクールロイヤーとか専門的な職が絶対常設で必要だと思っています。特にスクールロイヤーについての見解をお示しください。学校教育部長。学校教育部長。全国的にも児童生徒の問題行動や学校事故等の諸課題、家庭環境に起因する問題等について高度な専門性が必要となるため、学校だけでは適切に対処することが困難な事案があり、学校や教育委員会が福祉や心理、法務の専門家等の支援を必要とする機会が増加をしてきております。今年度から北海道教育委員会においては学校運営を支援する取り組みとして弁護士をスクールロイヤーとして委嘱し、学校への法務相談支援を行う事業を実施しておりまして、本市といたしましても、いじめ問題等学校における諸課題の早期解決や未然防止に向け、北海道教育委員会の取り組みですとか、他都市の事例等を参考とするなど、スクールロイヤーによる法務相談体制の整備について検討を進めてまいります。市長。井川議員。はい、まあ、具体的に検討しますということで、まあ、これ予算も絡むことですので精一杯の前向きな答弁かというふうに思っています。そのように受け止めています。ぜひ検討してほしいです。これも そもそもですね、まあ、学校への法務相談支援を行う事業を北海道教育委員会でも実施しているということなんですけれども、まあ、一つ考えていただきたいのが法務的、まあ、法的なアクセスを子どもたちがするということができる、まあ、そんな体制方法を考えるときにスクールロイヤーっていう存在が必要なんだなというふうに感じています。外に窓口があっても見も知らない大人に突然相談ってできないと思うんですよね。だから学校がすごく重要で、学校でどう受け止めるかっていうのが課題になってくるんです。ですが先生方そんな余裕ないと思います。人数もっと少なかったらできると思います。私の、師匠でもある先輩がよく言うんですけれども、日本の学校の体制っていうのはちゃんとそういうことを防止できる体制になってないって。ヨーロッパなんかだと特にちゃんと専門的にできるようになってるんだっていうことを、まあ、何度も何度もそろそろ多分タコができるかなと思ってるんですけど聞いています。ですのでやはり旭川が先駆的にですね、そこの部分きちっと考えていただきたいと思っています。それは、まあ、現在道教委とか他の自治体で導入されているいわゆる顧問弁護士に近い役割をする学校とか先生とか教育委員会の相談に乗るっていうだけではなくて、やはりそのスクールロイヤーに子どもたち自身が何らかの相談をするっていうその糸口となるようなスクールロイヤーの設置をぜひ行っていただきたいです。で、私は寝屋川モデルの、まあ、相談窓口の設置というのは、まあ、いいなと、先進的で、まあ、取り組みでいいなというふうにも思うんですけれども、一方でやはり難しさもあると思うんですよね。 LINE の相談なんかもこの4月に始まってますけれども、やはり取り組みとしてなかなか難しいんだろうなというふうに拝見しています。ですからまずスクールロイヤーの設置、まあ、導入というのをして、まあ、子どもたちに寄り添う体制というのをぜひ作っていただきたいと、申し上げまして、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。